自民党総裁選から一夜明けた30日、岸田文雄新総裁は幹事長に岸田選対で顧問を務めた麻生派の甘利明税制調査会長を起用する方針を決めた。安倍晋三前首相が全面支援した高市早苗前総務省は政調会長で登用し、河野太郎行政改革担当省は広報本部長。一方、官房長官には安倍氏が高く買う細田派の松野朴一元文部科学省を起用する方針を固めた。聞く力をアピールしてきた岸田氏。安倍、麻生両氏の意向を汲み取ろうとする聞く力政権になると皮肉る声が上がりそうだ。この日午前、党本部に入る際、記者団に打ち合わせをいろいろ検討していると話した岸田氏。党本部を後にして真っ先に会談したのは麻生太郎副総理兼財務相だった。人事をめぐり協議したとみられる。麻生派は自派の河野氏が出馬する中、派としての対応について岸田氏との二股作戦を展開。甘利氏は安倍、麻生両氏に近く3人の頭文字から 3A と呼ばれる麻生派の重鎮。いち早く岸田氏支持を打ち出し、安倍、麻生、岸田各氏の間に堅牢な橋を渡し、議員票上積みに貢献した。政権運営の要となる幹事長への甘利氏起用で 3A が岸田政権で主導権を握るのは確実。麻生氏はこの日の麻生派会合で、自派の存在意義に関連して従来通り政権のど真ん中できちんとやっていくなどと言及した。麻生氏自身は副総裁に起用される方向。続投なら13日に財務省在任期間が3214日となり、歴代2位の高橋惟喜増相と並ぶはずだった。続けたいとの意向を持っていたというが、今後は副総裁として睨みを利かせる。一方、安倍氏の支援で議員票を大幅に伸ばした高市氏。事前予想で100票規模と伝えられたことにより、決選投票では岸田、高市連合で河野氏を上回るのは確実視され、派閥横断的な岸田氏支持の流れを決定づけた。自民党関係者、論の利益賞の側面とともに、保守路線を重視する安倍カラーが色濃く反映された人事だ。永田町で最も注目されたのが官房長官。岸田派が死守する、政府関係者、としていたポストで、上川陽司法相の横滑りか、岸田派事務総長で選対を取り仕切った根本省元厚生労働省の起用が有力視されていた。しかし、一転して、細田派が重要ポストでの処遇を求めていたとされる萩生田光一文部科学省を充てる案が浮上。言わずと知れた安倍氏の側近中の側近。最終的に松野氏に落ち着き、安倍氏のキングメーカーぶりが如実に現れた。松野氏は2016年8月、第3次安倍再改造内閣で文部科学省として初入閣。安倍氏が早くから目をつけていた存在で、6月発売の月刊誌のインタビューで細田派のポスト菅候補として名前を挙げていた。現在は党派の事務総長を務める。関係者は細田派は具体的ポスト名まで出していないと聞いている。岸田さんが安倍さんの意向を忖度したのだろうと話した。4日召集臨時国会、解散13/14日か政府、与党は4日召集の臨時国会について、会期を14日までの11日間とする日程で最終調整に入った。8日に新首相の所信表明演説、11日から3日間で衆参両院の各党代表質問を実施する方向。複数の与党幹部が30日、明らかにした。
野党は代表質問のほか予算委員会の開催も求めている。代表質問終了後の13日か14日に衆院を解散した場合、衆院選の投開票日として有力視される11月7日、14日のいずれも選択可能となる。解散せずに会期末で国会を閉じると、公選法の規定で11月7日投開票が決まる。